衛星写真。赤色の円形の場所が、グアダラーマ山脈最高峰のペニャラーララペドリサボン。グアダラーマ山脈とは、イベリア半島中央部にある山脈。セントラル山系の約半分を占め、アビラ県のグレドス山地、グアダラハーラ県のアイリオン山地の間にある。グアダラーマ山脈という名は、どちらもこの山脈に関係するグアダラーマ川と、 グアダラーマという地名から来ている。グアダラーマという言葉は、砂の川を意味するアラビア語から来ている。グアドは、ワジから、アラマワールラマをそれぞれ意味する。名前は、アラブ人がスペインを支配した時代に川につけたとされ、レコンキスタ語ですら名前は、通貨の中に残ったのだった。山脈は、南西から北東へ向け伸び、南のマドリード県、北のアビラ県とセゴビア県に伸びる。 全体のおおよその長さは8 0トル、最高峰はペニャラーラである。山脈の植生は豊かなヨーロッパーカマツの森、低い傾斜地の多くとウバメガシの低木林で特徴を付けられる。一方、山の頂上は寒木を満たした牧草地が占めている。山脈にはいろいろな哺乳類、スペインアイベックス、ダマジカ、ノロ、イノシシ、ヨーロッパアナグマがおり、 様々なイタチ族、ヨーロッパ山猫、赤ギツネ、そして、ノウサギがいる。山中の湖と貯水池には、イベリアカタシロワシ、クロハゲワシといった、猛禽類同様様々な種類の水鳥がいる。マドリード付近で、山脈は、込み入った状況となっている。この地域では今日、数多くの峠や鉄道路がそばで横断しており、非常に完成された観光基盤を維持している。 そして様々な産地スポーツに結合している。山の自然環境に危険な状況が産地で作られている。ペニャラーラ全長でおよそ80キロメートル南東から北西方向で広がる。グアダラーマ山脈はイベリア半島のメセタを南北に分ける自然の境界である。この山脈はセントラル山系の一部を成す。山脈の基盤は 標高900メートルから1200メートルの間に位置する。山脈の主要な峰々は平均1000メートル以上の地形上の結湿を持つ。最高峰であるペニャラーラは標高2.428メートルである。山脈の範囲はアルベルチェ川谷で始まりソモシエラ峠で終わる。ソモシエラ峠はタグス川流域とデュエロ川流域との間の水理学上の境界となっている。 山脈は、ハラマ川、グアダラマ川、マンサナーレス川のような多様な山を水源とする河川がタグス川とデュエロ川に注ぐのに寄与している。南西から北東の主たるミネミネから分岐した山脈はカルペタノス山脈として知られている。全長1 5トルのカルペタノスの純産地はマドリード州プエルトデナバセラダで始まり、平均標高は モルクエラ峠まで2000メートル以上である。モルクエラ峠からカルペタノス山脈の山脈はロソヤ川にとハラマ川が合流する地点まで下降する。カルペタノスの最高峰は標高2383メートルの壁スでイエロ、ミネである。カルペタノス山脈とグアダラーマ山脈の主な範囲内にはロソヤダニがある。ロソヤダニは セントラル山地有数の美しい谷である。冬にはスキー客で大勢の観光客を引きつけ、夏も同様に人々が集まる。クアダルマ山脈の別の西部はキンタナル山脈と呼ばれ、全体がセゴビア県に含まれ、フエンフリア峠で始まる。全長は1 1キロメートルで2 0 0 0メートルを超える峰をいくつか持っている。カルペタノス山脈とキンタナル山脈に加え、 山裾のより小さな山の一連はグアダラーマ山脈の主な範囲内にある。冬のマリチオサボンエレスマ川の小さな天然のプールグアダラーマ山脈はメセタニ属す南部の巡航原と北の巡航原とのプレートの衝突の結果生まれた。山脈を形成するのは河口岩室の棚状大地であったが、山脈は6550万年前に始まった。 新生代に作られ、ローラシア大陸とコンドワナ大陸の衝突で、パンゲアが生まれる間にあたる、古生代にヘルシニア、作り山運動で下に下げられた。この形成以降、山脈は顕著に侵食されてきた。山脈の北部南部で、多くの山頂部が平坦なのはそのためである。これらの理由から、グアダラマ山脈を形成する地質は、ピレネー山脈やアルプス山脈、 アンデス山脈、ヒマラヤ山脈の地質よりもさらに古いのである。グアダラマ山脈は休暇期ともなれば多くの別荘居住者が集中する自治体に囲まれている。マドリード州近郊の山脈南東部には人々が楽しむ余暇方法が集まり、彼らの大半は山脈近くで暮らすことを望んでいる。主要な自治体はサンロレンソデール・エスコリアル、グアダラマ、 ナバセラダ、セルセディリア、マンサナレスエルレアル、ミラフローレスデラシエラ、ラスカフリア、ロスアンヘレスデサンラファエル、サイン・イルデフォンソである。これらの自治体は、産地へ出発する地でもあり、別荘居住者のためのレストランや商店を備えた、観光中心地でもある。自治体は麓にあるけれども、標高は1200メートル程度ある。グアダラマ山脈は、 マドリードよりもセゴビアが山頂部に近いが、マドリードとセゴビアの背景となっている。フエンフリアダニバルサインコクラペドリサペニャラーラの麓のグランデコ、グアダラマ山脈は、美学及び生態学の見解の両方で特別な、関心を引く一連の谷、地帯を抱える。山脈がマドリード大都市圏に接近しているため、年間を通じて、 特別な名跡が多くの登山客や一般観光客を受け入れている。最も頻繁に人が訪れるのはペニャラーラ自然保護区と珍しい山岳構成を持つラペドリッサである。グアダラマ山脈の気候は数多くの河川を誕生させると支出した降水量に特徴を付けられる。セゴビアにおける山脈の斜面ではモロス川とエレスマ川が発し、セゴビアへ流れる。 マドリードに面した斜面では、グアダラマ川、マンサナレス川が発して、マドリードを流れていく。ロソヤ川は、同盟の谷を流れる。ペニャラーラミネの南斜面では、氷河が生んだ小さな湖の一連が保護されている。山脈は、多くのダムを抱えるのが特色だが、それらは、すべて小規模である。シダが地面を覆う、松の森林グアダラマ山脈の動植物は、 多種多様な種類で成り立っている。それは地中海性気候の自然やスペイン中央高地の気候での動植物、ピレニエ山脈やアルプス山脈の高井戸気候での動植物などである。ペニャラーラ国立公園の高山地で育つ花。クロッカス、水仙ブルビコイデス山脈の急な斜面は鉱木の牛が食用とする鉱山性の草で覆われている。 グアダラマ山脈で育つ牛の牛肉は品質が高くテルネラでグアダラマとして特に称される。鉱山の牧場より下にある山麓山地の平地ではスペインで自生するヨーロッパ赤松の木立が見られる。松の木立より下である中程度の標高ではピレネーカシの木立が斜面を覆い時には高位度の高い松木立を侵食する。ピレネーカシは保護植物で 国立公園の決定なしでは、伐採ができない。それにもかかわらず、計画伐採されたカシの木が、焚き木として、地元の村に供給されている。山脈の最盛端では、ヨーロッパ赤松に代わり笠サ松が優勢となり、またピレネーカシに代わりポルトガルカシやウバメ菓子が優勢となり、種の変化を示す。これは、高地から定評高地へと移ったためである。 黒ロハゲワシ重要な生態系の中であることを期待されているように、山脈には多種多様な動物が生息している。ノロ、ダマジカ、イノシシ、ヨーロッパアナグマ、ヨーロッパヤマネコ、イタチ、キツネ、ウサギなどである。鳥類も水鳥同様にキワもいる。猛筋類はイベリアカタシロワシ、黒ハゲワシを含む。事実、グアダラマに生息する動物類は、 スペインの動物賞の45%、そしてヨーロッパ全体の動物賞の18%を占めている。グアダラマ山脈は、ツルや、ナベコーといった渡り鳥の移動ルートにあたる。イベリアカタジロアシとヨーロッパオオカミが絶滅危惧種に指定されている。サテラ・イトフォト・ショーイング・ザ・スノー・キャップ・ド・ピークス・グアダラマ山脈は、夏と冬の相当な気温変動に象徴される。 地中海性気候の様相を持っている。しかし、産地では、標高の高さとともに、気候も著しく変化し、個別の気候区分であると区別される。標高800メートルから1400メートル地点では、年間平均気温が、摂氏10度から摂氏11度で、夏の最高気温は、摂氏28度、冬の最低気温は低、摂氏6度である。 年間降水量は700ミリメートルから800ミリメートルで大半が夏以外に降る。この標高では例外は常にあるが12月から2月の間は降雪となる。雪は3日以上解けないままに置かれることが稀にある。この地域で全ての都市とその人口の多くが暮らしている。これは標高の高さで全て区別されることを意味している。 そして人間の日常生活と汚染からダメージを受けるのに最も敏感になっている。標高線4 0 0メートルから2000メートル地点では年間平均気温は摂氏8度から摂氏9度で夏の最高気温は摂二25度冬の最低気温は低摂氏8度である。年間平均降水量は900ミリメートルから1000ミリメートルで夏以外に集中して降り、冬季には 降雪となる。雪の多くは、冬季に、特に北斜面に多く残る。氷切りに覆われた松標高2000メートルから2428メートル地点では、年間平均気温は、摂氏6度から摂氏7度で、夏の最高気温は、摂氏22度である。冬の最低気温は、低、摂氏12度である。年間平均降雨量は1200ミ、mm、リメートルから2500ミ、mm、リメートルで、 ほとんどが11月から5月にかけての降雪となる。冬の間雪は残り、春まで消えない。ようやくすれば、グアダラマの気候は、メセタの他より湿度が高く、標高が増すにつれ総じて気温が低い。山頂部では、風が常に非常に激しく、山地での雷雨は高原よりも頻発する。山脈を通過する、鉄道自然の境界としての状況の結果、 グアダラマ山脈はイベリア半島南北を貫く主要道が交差している。これらの主要道が建設されたのはローマ時代に遡る。そのうちの一つはセルセディリアで始まり、山脈を通過してフエンフリア峠が終着となる。これらの道は今も原型の石敷状態で保存されている。18世紀半ばに敷かれた道のいくつかが道しるべとなり、 旧式の道路となっている。レオン道は、マドリードイコールアコリューニャ間を走る高速道6号となっている。ナバセラダ峠は、マドリードセゴビア間の通路となっている。ソモシエラ道は、マドリードイルン間の鉄道も走る A-1 高速道となっている。山脈を、マドリードアビラ間、セゴビアブルゴス間、首都マドリードスペイン北部全体とをつなぐ、個別の鉄道路が交差する。 これら鉄道路線は、ミラフローレスデラシエラセゴビア間のトンネルとともに、時代遅れだとみなされており、高速鉄道アベニューと部分的に取り替えられるだろう。アベニューは、専用路線で時速 300km のスピードを出すことができ、マドリードセゴビア間はすでに開通している。鉄道網はさらに鍛え、ゆっくりと拡張している。 フエンフリアダニを通るローマ道1760年頃の地図山脈の両側の森林特撮地を含む山脈中央部の歴史の多くは少なくともセゴビアがローマ名セゴブリが出会った時代から関係してきた。それにもかかわらずスペイン王室の要求でマドリード州設置後は山脈の政治的な計画は2つの州に分配されてきた。現在の山脈はさらに スペインの首都として揺るぎない存在であるマドリードとの関係が強い。自然の国境としてのグアダラマ山脈支配は、スペインを巻き込んだ数多くの軍事対立で重要なものだった。レコンキスタ時代、山脈の北のキリスト教国、南部のイスラム王国との間の国境となっていたので、ある。この時代の遺産である壮麗な中世の城塞都市は、山脈の両側で見られる。 侵入してきたフランス軍とスペインが戦ったスペイン、独立戦争中の1808年、ソモシエラ峠でソモシエラの戦いが起こり、スペイン軍はポーランド兵を主力としたナポレオン一世軍に敗退した。同じように、1930年代のスペイン内戦では山道の中で戦われた小戦で山脈は重要な前線地帯となった。現在、 山の頂上で、戦場になって、残酷や銃、据え付け跡が残っている。首都マドリードに近いたメグアダラマ山脈は、スペイン発の、経済的、教育的な意味から、自然資源と、自然学習の地となって、価値を高めた。エルエスコリアル修道院戦没者の谷ラグランハ、宮殿正面壮大な風景、快適な夏の気候、特に、マドリードとセゴビアに近い距離は、 グアダラマ山脈斜面での数多くの結出した建築物や記念物の建設に結びついた。山脈とその周辺地方では数世紀にわたって独自の伝説が語られてきた。ありがとうございます。